はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今現在の在庫状況、整備待ちピアノ、そして整備中のピアノをざっとご紹介したいと思います。また新しいのが、いくつか入ってきてるのでね、確認してください。河合の KU20AT、そしてディアパソンの 126C、そして KI65、60FN、そしてディアパソンの D40。これはもう前からありますね。河合の KU5D というね、高級ピアノの安く値出してるやつですね。で、河合の KL511KF、内藤の師団用のピアノ。この辺は前からあります。U3C ですね。ヤマハのピアノがね、19% で買えるやつ。これが今回入ってきたんです。アポロのですね、猫足のね、ワインレッドの可愛いやつなんですが、アポロの買い取りするときに SR って書いてるのは結構積極的に買うんです。新しいんです、結構ね。アポロの中でも新しめのものが SR シリーズなので、結構私好きなので、これは買い取りますね。結構安く出せると思います。そして、ここにあるのが、USQX という、もう、河合の最高級のものですね。でこれが前からあるんですね。KL32BG。そして、これ大橋がありますね。大橋。そして、KL32BF と U3M と、そして UX30 ですね。30A です。そしてね、これがね、今回入ってきたやつです。これは珍しい。シュベスターのですね、57号です。この神殿足。そして足のところのこのデザイン。見てください、これ。ね。さらに、なんかこう、クジャク模様というかね。これはね、まあ、この辺全部綺麗にしますのでね。艶消しの木目のクジャク模様のこれです。まあ、シュベスターの最高級のね、ものを探している方、これは、狙い目です。シュベスター57号ですね。はい。まだ調律できてないので、調律してからね、動画を上げますけども。まあ、素敵な。そしてこれも入ってきて、ローゼンストックの象眼模様の入ってるね、結構手の込んだピアノですが、象眼はこの下のところにもねありますけどね、これは入ってきています。はい、こういう状況で、あ、それからね、これね、シンメル、今ちょっとね、これあのちょっとスティック修理をやってるので、シンメルのピアノ欲しい方いらっしゃいませんか。だいぶ外装がですね、このように、傷があって傷んでて、中の調整も今ねしてますので、これ、センターピンというね、このピンなんですが、これを今もう全部交換してやってるとこですが、ちょっとこれは時間かかりそうですが、シンベルのピアノ探した方いらっしゃったら言ってくださいね。そして、まあ、いつもの2台と、そして、出荷待ち、整備待ちのピアノが、ヤマハの M1 と、それから、もう一つシンベルね。シンベルの白い方ですね。そして、KL32BG です。つい最近ね、ご購入いただきました。ガーシュイン、ナンバー800、河合の K55、US55K ですね。これは、リメイクのピアノですね。ここにも、これも、これは、大橋ですね。まあ、今ざっとですね、こういう状況になってます。では、整備中のピアノの方にね入っていきたいと思います。あ、電気が消えてる。あ、それからね、ピアノのこれ棒の後ろ、ピアノの後ろに当てるこれ下取りで一緒に入ってきたので、これまた欲しい方に出したいと思いますが、このピアノの裏側のところにね、当てる。買えばね、5万5千円ぐらいするん違うかな、これ確か。左とかでしょ。このメーカーのこれですけど。ね。買えば多分5万何ぼかするようなやつだったと思うんですが、これがありますのでね、中古で良ければ欲しい方いらっしゃって、ちょっとまだ値段は決めてませんけどね。そして、なんかこう、お店に来た気分ですよね。これは前から言いますね。U3H のリメイクですね。クロイツェルの、ああ、だいぶ綺麗になりましたね、これ。クロイツェルの K703。これ、見てください。ピッカピカに光ってるでしょ。ね、中も調整して、これも磨きました。綺麗ですね。外装も今塗装を吹き付けてですね、やってるところです。なかなかいい感じで仕上がってきましたね、こういうふうに。結構外装の修復今うち得意なのでね。でね、関西限定ですが、外回りの、うちの調律師がですね、塗装技術を身につけまして、まあ、黒に限りますけど、修復しに行きますから、なんか物落としてずっとこの傷気になる場合のがあったらね、
うち直しに行きますのでね、関西でご希望の方言ってくださいね。ディアパさん、これも今手を入れ始めましたね。DR の 86W です。まあディアパソンの超高級モデルですが、だいぶ綺麗になってきました。そして、これはガシュウィンですね。これリメイクだと思います。これ ED の48、これは、整備中ですね。もうだいぶ散らかってますが、だいぶ調整の方進んでいってます。だいたいね、週に、まあ、3台ぐらいは仕上げて、お届けしてるかなという感じなので、まあ、このペースでですね、お届けを今急いで急ピッチでやっております。ピアノ .com に、まあ、ピアノのご購入それからリメイク、いただきましたらですね、まあ、職人たちが一生懸命頑張ってますので、ぜひご依頼いただけたらと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。